Yeah.
身材有问题的，有问题的。10分経過。
Thank you.
り全然地方とか行ったりしても湧かないうんともすんともような会場とかありますよね。そういうお客さんを相手にするとどういうことをすればやっぱりお客さんは喜んでくれるかっていうのが一番、もうその会場会場で本当お客さんの反応って毎日違うんで、まあやっぱりリングを離れちゃうとやっぱり普通のやっぱり二十歳前後の子が話してるような会話とそんな変わりはないと思います。まあでもやっぱり三禁があってお酒タバコ男の人は禁止ですよね。だからそういう関係の話になるとやっぱり自分たちは分かんないこととかもいっぱいあるんですけどまあそれ以外のやっぱり二十歳前後の子が話してるような話同じだと思います。やっぱりとにかく一人一人当たっていって、それでその中で一番最高のライバルに出会えたらなと。やっぱりこの会社だとやっぱり山田、久しぶりにやっぱり試合当たってみて、やっぱり山田とは本当戦っていった方がいい試合ができるんじゃないかな。Oh!
15分経過。
目的って言ったわけじゃないんですけど、まあ、その頃はクラッシュギャルズが前線の時 で試合を、まあ、試合を見てすごいって思ったのもあるんですけど、自分がファンになったきっかけは、あの新人の子を見て、新人の子って すごい雑用とかセコンドとかついててすごい走り回ってるじゃないですか。でそういうのを見て、こんなに頑張ってる人たちがいるんだって思って、試合もその時やってますよね。試合も前座で一生懸命やってて、それでそれが終わったらセコンドとかそういう雑用とかですごい走り回ってますよね。そういうのを見てすごい頑張っててすごいなとか思って、やっぱり試合を自分もやりたいなと思いますよね。それで親の元を離れて、で一人ぼっちになったわけじゃないですか。東京に出て誰も知ってる人もいないし、でもう何か、まあ、先輩から仕事ができなくて怒られたり、試合、まあプロテスト受かんないと試合できないんですけど、その前の練習とかがとにかくきつくて、やめたいって帰りたいって思うんですけど、その前にもうとにかく親の両親の顔が浮かぶんですよ。今度電話かけた時にはもうやめるって言おうって決心しますよね。でも親のところに電話かけて、元気かって言われると、うん元気だよ、頑張ってるよとしか言えないんですよ。もうやめる、もう目には涙が浮かんでるんですけど、ただ大丈夫だよとしか言えない。心配かけれないじゃないですか。